最後。この番組はこのスポンサーの提供だ。お送りします。やっていきましょう。ウサギって世界で一番可愛いじゃないですか。それが今 1,2,3,4 5匹、今この空間だけで画面の中にいるので、皆さんもハッピーだと嬉しいなと思っております。マイスクリーム講師のデスヌイ様でございます。本日もよろしくお願いします。今日はですね、何をやってるかと言いますと、リアクション動画元気に撮っていきたいと思うんですけれども、ちょっとね、やばいぞ今回は。 VTuber のデスボイス偏差値が高すぎる件、本当に高すぎる件ということで、本日 VTuber さんの歌ってみたのをリアクションしていきたいと思っております。ということで今回紹介するのがこちら、タイラントノクターナルブラッドラスト、歌ってらっしゃるのが川見隼人さん、アイク・イブラノさん、フィナーナ・リュウグさんカバーということで、こちら、リアクションしていきたいなと思うんですけれども、さっきも言った通りデスボイス偏差値が高えのよ。まあもちろん知ってましたけど、こんなレベル高えのってちょっと一回メンタルも飛び出て、なんとか今治ったんでちょっと動画撮れてるんですけどね。これはね、ちょっとね、僕ね、普段デスボイスの先生をやらせていただいている、身なんですけれども、身としてはもう取り上げざるを得ないということで、マジレベル高いから最後まで見てくださいね。っていう感じで、このチャンネルでは、日々発声関係の話、ボイトル関係のお話、リアクション動画などを配信しております。まだチャンネル登録をお済みでない方はよろしくお願いします。ということで、見ていくんですけれども、その前に、ありがとうございます！VTuber 天下の今この大流行中の VTuber さんが、ね、ノクターナルブラッドラストっていう、超ハイパー、激重ヘビーサウンドの曲を歌うっていう、令和に感謝っていうね、感じなんですよ。めちゃくちゃ有名な方々なんですよ。がね、こう、ノクブラをカバーしてくれることによって、界隈がこう、より、ね、盛んになるかもしれないじゃないですか。今回これを歌ってらっしゃる、カバーしてらっしゃるのが、加賀美隼人さん。おもちゃ屋さんのね、社長さんらしいんですよ。この人はね、ズブテーシャウトするんですよ。後でちゃんと説明しますけどね。そして、アイク・イーブラム。文豪らしい。だからね、ちょっと、シュッとしてんの、なんかこう、メガネとかこうかけてね。なんか、好青年みたいな感じなんだけど、もう、えぎいから。えぐいとかのレベルじゃないから。えぎいです、ほんとにね。そして、フィナーナ・リュウグさん。少女というか、女の子というか、140センチぐらいの、すごい可愛らしい女の子で、すごい声もその可愛らしい方なんですけれども、この、ノクブラという楽曲の中でこと、3人のこのマリアージュっていうの、3人の織りなす世界をちょっとじゃあ見ていきましょう。スタート！原曲かよっていうぐらいのこのオケのクオリティーよ。クソかっこいい。で、まずこのクソノリノリのラップパートから入るんですよ。この曲ね、原曲がタイラントっていうノクターナルブラッドラストの、これが多分2014年か15年だったと思うんですけど、ジオムリゴットっていうアルバムの中の一曲なんですよね。で、これちょっと原曲の解説になっちゃうんですけど、この頃の曲って、そのオムニっていうところの意味にも込められてるみたいなんですけど、とにかくなんかこう、いろんな要素が入ってるんですよ。なんかすげえ転調があったり、今みたいなラップが入ってきたりとか、すごいメロディアスなところもあれば、激重なところもあるみたいな、すごい展開で楽しめる曲が多くて、まあいろいろこうアーティストって変わっていくじゃないですか。まあなんかその中でいうトリッキー期みたいな感じの時の曲なんですよ。で、この時に歌ってらっしゃるのが、加賀美隼人さん、通称社長。あと、フィナーナさんが歌ってらっしゃると思います。うん、全部英語なのよ。めっちゃむずいぜ。ここで社長のシャウトが炸裂するっていう感じ。来ました、この見事な真ん中、見事なミドル。もう綺麗でしょ、途切れることなく。加賀美隼人さんのシャウトの特徴としては、なんといっても、太くて、まっすぐっていう感じかな。でも、かつね、なんかね、歌詞の頭とかでちょっとニュアンス、頭とかお尻とかでニュアンス入れてて、結構トリッキーなこともしてるっていうタイプなんですよ。例えばですけど、まっすぐね。この辺とか、No we're nothing bad! No we're nothing bad! ちょっとこうなんかね、
一瞬歪み抜いて地声に戻してからまたシャウトに戻ってたりみたいな、ちょっと細かいこともしつつ、基本的には太さでまっすぐ行ってるみたいな、そんな感じなんですよね。あと例えば、まっすぐ地声、このドコンドコンみたいなところでちょっとこう裏声から今度入ってみたりとかしてて、こう地声にさっきはね戻してみたりとか、裏声からこう被せに行ったりとかで、ちょっといろんなニュアンスで楽しませてくれるっていう、この辺が特徴かなと思いますね。安定感やばいです、マジで。そして違う人がここで入ってきましたよね。っていうのがここ入るんですけども、これがあのアイクさんの、シャウトなんですよ。アイクさんの方がね、社長のシャウトが太いのに対して、アイクさんの方がもうちょっとなんかね、凶悪さがある。どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、ちょっと凶悪な音色してるんですよね。このねローとかが結構ねアイクさんはね得意なんだと思うんですよね。今のね、肺とかもね、めちゃめちゃ凶悪なのよ。みたいな、もうこう、ぐちゃぐちゃぐちゃみたいな、すごい、キュッとまとまった、貫くような、高いシャウトをね、出すんですけど、とにかく器用だよね。これの前にまた低いところも入ったりで、いろんなことができるっていう、まあ、器用タイプ、万能タイプですよね。一緒に一緒に。今のブワって、今のも多分ねアイクさんだと思うんだな。この吐き捨て、吐き捨ててるよね。こう一緒ね、真ん中。この同時のとこどうなってんだろうね。ちょっともう一回聞いていい？ここどうやってんだ、ここ。うん。わかんねえや。いろいろ混じってるわ、ここ。まあ、アイクさんがローをやってるのは多分そうなんですけど、この真ん中のちょっと高そうなとこ、社長なのかな？なんか、もしわかる人いたら教えてください。ここはちょっと確実なことが言えない感じです。からの？ここね。ここがね、ここがもう最高なのよ。もう間違いなくライブとかでも盛り上がるパート、ちょっと踊れちゃうようなパートのところでございます。社長の中継来てからの、アイクさんの高いところ。で、社長来てからの、アイクさん。で、多分ね、この This is current talent のところで、フィナーナさんも入ってきてて、ハーモニーをね、なしてるんだよね、ここはね。ほら、ちょっと、入ってるよね。フィナーシャウト。いや、これね、素晴らしいのが、めちゃくちゃ原曲リスペクトなんですよ。まあ、オケもね、もちろんそうなんですけども、声の作り方とか、ノクターナルブラッドラストのボーカルの、本家のボーカルのヒロさんって方がいらっしゃるんですけど、ヒロさんのね、シャウトにめちゃくちゃ二人ともこれ寄せてきてますよ。歌い方の癖とか。相当耳いいんでしょうね。それこそなんかアイクさんとかに関しては、もう一個ね、別の動画でメイデイがね、カバーされてて、これもね、リアクション、やりたいなと思ってるんですけど、それのね、オケ作ったりミックスしたりもね、自分でやっちゃってんのよ。エンジニアじゃんみたいな感じで、何でもできる系の感じだし、あとね、社長はね、クリーントーンのね、高いとこもポーンってすっげー気持ちよく出したりでね、二人とも万能なんだよな。だからこういうことができるんだと思います。めちゃくちゃ原曲リスペクトしてて、僕はそれをすごいリスペクトしますね。いいね。サビ。
この混沌の中にこの輝く綺麗なサビね。で、ここにこのフィナーラさんのね、良さがここで際立つわけですね。で、しかもちょっとこう可愛らしい声だからさ、やっぱそれがちょっとこうスパイスとなって、いいアクセントになってますよね、ここはね。ここもね、多分フィナーラさんがね、よくない？めっちゃ合ってない？これこれフィナーラさんじゃないと多分この感じ成り立たないと思うんですよね。ここ特に合ってるなって思います。もちろん全部合ってるけど、ここがすげえ合ってるなって僕個人的には思います。なんか来るよここ、すこ、ここめっちゃすこ、社長が結構ここ感情的なシャウトして、でフィナーラさんがちょっとこうちょっと気だるい感じで、基本ね結構ねフィナーラさん気だるく歌う感じがこの曲では強くて、それがいい味だなと思うんですけど、ちょっと気だるめにこう、うーんみたいな、こういうニュアンスで返していくみたいな、この掛け、ここいいね、ここめちゃくちゃいいね。できたそうね、なんとこのね社長のシャウトがね感情的なのよ、うわーみたいな。桶の音の良さ、うん、来るね、開けそうだね。静かになっております。ちょっとラップだねここも。社長いい語りです。最後めっちゃいい、ここうなり上げるようにセリフを追っていきましたね、ここはね。でそっから滑らかにシャウトに入って、ワンクッションあって、ワンクッションツークッションあってサビみたいな。僕このじらされんの好きなんだよな。 M なんかな。怖い。聞こえるか、クソども。もうワンクッションでサビみたいな。フィナーラちゃんか。いいね、ここのサビは、じゃあアイクさんなんだな。で、このサビさ、1サビの時ももちろん存在感あるんですけど、この展開がいろいろあった明けのここのサビの威力やばくない？ダーンってきますよね。マジで、ここ破壊力あるわ。ここもね、ここも器用なことしててさ、あんまりミドルじゃないんですよね。ここミドルっぽいんですけど、ちょっとローの成分入れててさ、Try to run yourself! じゃないんだよな。Try to run yourself! みたいな、ちょっと低くしてるような感じにしてるんですよね。作り込んでんな、ここ。うん、ここも、細かいニュアンスがなんか、ちゃんとメロディーがある。違うね、違うね、やっぱね、フリーの感じがちょっと違うよね。あ、これ好き、ここ好きです。気持ちいい。うん、いや、いいね。
半振りの感じもいいわ。最高です。大変素晴らしいというかクオリティ高すぎ動画でございました。これ、ね、結構作り込まれてると思うんですよね。社長は結構こう熱いたぎるようなねシャウトをするんですよね。結構こう厚みが強いと思いますね。厚みが強い系のイエーイみたいなこういう系のシャウトだと思います。でアイキさんは結構その器用な感じっていうか、もちろん厚さはあるんだけど、これなんかこうもう少しこう冷徹にいろんなこうシャウトをね使い分けるような感じ、これ結構この僕の中ではアイクさんの世界観に合ってるなと思うんですけど、冷静にこう能力者みたいな感じでいろいろ使うパターンね。でフィナーナさんが癒しボイスというかをとか、なんかニュアンス的にも割とこう気だるめだと思うんですよね。パキッパキッって歌ってるのはこうニャン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 的な感じでこう結構歌ってらっしゃるのかなって、あえてフラットに結構言ってんのかなと思ってて、それがこのなんか二人のシャウトの感じを引き立ててて、すんげえ絶妙なバランスで成り立ってるなって思いましたね。いやマジお見事でした。こんな感じでね、あのね VTuber 界熱いんすよすごいっす、熱くてめちゃくちゃうまいんだもん。なんか困っちゃうわ。僕と同じく困っちゃったよという方、ぜひ、高評価、それから、チャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録もよろしくお願いしますということで、デスノイズ様がお送りいたしました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。